池上さんのやり方っていうのは私はいつも思ってるんですけど、本当にある争点をですねずらすということですね。私別の動画でも言ったことありますけれども、麻生総理とですね菅直人総理をですね比較して、菅直人さんが1日だけラーメン屋行ったところをピックアップして、で麻生総理は毎日バーに通ってるっていうのを比較して、でこんなに高級的なところに行ってる自民党とこんな庶民的な民主党の総理と言ってるけれども、でここに嘘ないんですよ、本当にそこ行ってるから。だけど私調べたんだけど、そうすると菅さんもその月のですね、首相同棲っていうので分かる限りのところを見るとですね、全部麻生さんと言ってるような高級な料亭ばっかり行ってるんですよ。その1日だけはラーメン屋行ってるわけですよね。だからそうやって考えてみるとですね、嘘はついてないんですよ、ここの企画。だけど比較の仕方っていうかですね、視点がやっぱりおかしい。明らかな明確な嘘をつかなくても人のことを印象操作することっていうのはできるんですよ。例えばある地域の悪い情報だけ流して、ある地域のいい情報だけ流してですね、でこれがこことこことの地域の比較ですなんていうふうにやったとしたならば、それはもう極めて悪質な宣伝の仕方ですよね。その地域地域によってですね、それいい点もあれば悪い点もあるわけですから、この人はやっぱり本当の意味でこうきちんとですね争点をずらすということをやっているので、鵜呑みにしないでおくことっていうのが私は非常に重要だというふうに思います。